ちょっと待って。何の生地ですか？これは、白生地って言ってですね、自家製の天然酵母と、北海道産の小麦粉とですね、あとはきび砂糖と自然塩を少し使ってるだけの生地ですね。酵母はとっても美味しくてですね、香りが良くてですね、それを生かしたいと思ったら、もうどっちかというと余計なものを入れないで、アレルギー持ってるお子さんとかもですね、安心して食べれるようにっていう感じで。周り本当に何もないですよ。本当に何もないです。何もないとこに住みたかった、ね。理想で言うと夜真っ暗になるとこに住みたかったんですよ。街ってずっとなんか明かりがついて人が活動してるので、街の暮らしは街の暮らしでいいんでしょうけど、星が綺麗にやっぱ見えるのとかですね、暑さが全然違うからですね。もうここでも下に比べたら6度ぐらい、6、7度違うんですよね。もう一回山に住んだらもう街には降りられないって感じ。冬はその分寒いですけどね。こっちのパンに関しては妻が一人でしてたので、女性だから時々やっぱり偏頭痛とかああいうのでダウンされるんですよね。でやっぱりお店開けるとかの注文を受けてるのに、こう焼けませんってわけにいかないからですね、作り方教えてもらったら一緒に手伝うよって言ってしたのがもうきっかけで、もういつまにか戦力になってしまった、ね。やっぱり子供が生まれてからやっぱりすごくそこら辺は変わったですね。食べ物に対してすごい気使われるようになったので、やっぱり基本なるものをもうちょっと大事にしないといかんねって言って、ただ安心して食べるものはもう自分で作るって言って、最初は固いパンとかすごいできるんです。応援せなかった。最近こっちもなんか今新しく分蜂って言ったの、はい、春にこう巣別れするんですよ。それを新しい巣に入ってもらうようにこういろいろ仕掛けして、でもうちょっと増えたらその蜂取った蜂蜜を使ったなんかあんを作りたいたまにベーグル屋さんと間違えられる、それベーグルがなんか人気です。前はですね、もう古民家で販売始めた時はもうここだけだったんですよ、はいはい、ここだけでこうもう買っていただいてって形を取ってたんですけど、はい、やっぱ皆さん古民家見たいってこう来られたり、古民家ブームもあるのかですね、うん、町のパン屋と違ってやっぱわざわざ登ってきてパン買ってはいっす、もうさよならって、まあそういう方もいるんですけど、やっぱわざわざ本当標高がもう550m かそれがあるんですけど、そんな山の上まで来てもらってパン買ってよりはやっぱお話ししたりとか、あとはその僕が作った器でお茶とかコーヒーとかお出ししてけど、ゆっくりしたい方もゆっくりどうぞって、だんだんここオープン日だけはもうこっちを開放するようにして、でここら辺で皆さんもそのままイートインみたいな形でパン食べていかれたりとか。さんのほうれん草を木のペーストにして、これはカレーかな。セフリーのお友達が作ってあるすっごく美味しいほうれん草なんです。ほうれん草の色が消えないようにもう煮込まずにここで和えてパンに入れていきます。ほうれん草はどう、何を入れたらこの色になるんですか？いや、湯が、これは湯がいてペーストにしただけ。何年も買えません。
オリーブオイルをまぶして焼くと揚げたようにカリッとなるんです。これ結構人気なんですね、枝豆チーズベーグル。ベーグルの中でこれが多分一番人気です。芯芽しか使わないので、だからもうすぐ終わっちゃうんですよ。もう多分もうこれが最後ぐらいで、まだあるんですけど硬くなってやっぱ美味しくなくなってくるんで。これなんか入ってる玄米ですか？玄米麹。下にこう溜まるからそれをちょっと振って溶かして。自分の好きな味の天然酵母を探し求めてブドウとかリンゴとかいろいろやった結果玄米麹が一番自分の好みの味だったっていう。玄米と全粒粉と強力粉と混ざって私は試してたんですけどもうちょっと今追いつききらって力を借りてます。手ごねしてたんですけど、検証ね。ちょっともう手は無理かな。よくパンをしようと思いましたね。パンが好きすぎて食べるのが好きで、はい、ここに。起こした時にパン屋さんないじゃないですか。美味しいパンやって遠くまで行かないといけないし、それならもう作っちゃおうって思って行っても当たり外れがあって絶対自分好みのパンってないからもう作る。だったら自分の好きなパンを焼いてしまおうと研究しました。子供たちが生まれたら、はい、安全なものを食べさせたいなと思って、うん、極力自分で手作りできるものは手作り、であとはもう無添加のものを探して、一応材料にはこだわってやってます。何かをこう買って回収したり、そうですね、売ってもらってます。買ってますね。買って自分たちの好きなようにさせてもらってですね、もう子供たちには将来もしここへんすまんならもうさっさともう誰かに渡してっては言ってますね。自分らの古くて親が頑張ったからとか関係なくに、やっぱりそのこっちに人がいなくなると寂しくなっちゃうからですね、僕らみたいによそから移り住んだ人がまたそこで新たななんか
ね、なんか人生をこう紡いでもらったらそっちの方が絶対いいからですね。なんかもう執着しないよっていう感じで話してます。子供たちがここで育ってもういろんな経験したことでもう十分役目はもう果たしてるからですね。じゃあここ水って、うん、井戸水です、はい、じゃあパンに使われてる水も全部セフリの、はい、水で全然おいしいんですよ、ね、自分がおいしいって思ったのをおいしいよねって誰かと分かち合いたいっていうのも強くて、うん、なんか納得できないものは出したくないみたいな。あるんですけど、僕から言わせるとその材料買うとかですね、はい、そうあのやっぱり自分のところで作れないものはもう買うしかないんですけど、買うにしてもそれとかちょっとお値段がとか思いながら、でも奥さんがね、やっぱ美味しいっていうのとこれなら大丈夫っていうので、じゃあもうそれで行こうって感じで最終的に折れるんです。もうチョコレートが一番うちの中で高額で、すごい葛藤したんだけど、いやでもこれ以上美味しいって自分が思えるのはないだろうと思って安心できて。チョコレートどこの使ってるの？ピープルツリーのチョコレートと、もう一つはもうちょっとダークな苦味が強いのが欲しかったんで、それも探してオーガニックのダブルチョコ今から作るんですけど、ベーグルは生地に使うココアもアルカリ処理をしていないっていう、とにかく科学的なことは一切していないココアを見つけて、いやこれだと思って使ったらやっぱり美味しくて、うん、だからそれもなんか美味しいって言ってリピートしてくれる方がいっぱいいるから、なんか分かる、言わなくても、うん、分かる方は分かるんだなと思って。さっきの映像的にいいかな、叫んでって感じもあったから、ちょうどあの時乗っけてて、ただその日に限って意外と雨なのに最初お客さんが多くて、うん、塩ともう豚肉に塩で、ヨモギです。お庭から取ってきたヨモギ。山際に建てるから影になる。
感じ。あ、じゃあね、かかってないシンプルな使い方どうかなと思って、うん、いいです、取っていい、食べたの、うん、迷ってる、うん、どれ、美味しいやろ、あ、トマトだけね、うん、見えなかったらね。こんな。おはようございます、おはようございます、うん、どうぞ見て、どうぞ、うん、囲まれて僕らはやっぱ好きだからですね、すごいエネルギーに溢れてる、あの上りを縦に行くのに車に乗る人は初めて見ました。あ、そうなんですもうちょっと途中で看板を作りたいんですね、あと何キロですとかですね、それも何百メーターじゃないからですね、あと何キロって言ったんで、イノシシがですね、はい、こう登ったりなんかするときにこう崩しちゃうんですよ、そのときに落石が一緒にこうボロボロと出るので、ちょっと塩が合ってる感じ、今食べます、今からここで食べますので焼きます、はい、すいません、はい、あ、ちょっとお手伝いが、はい、いいと思う、なんか生活感もいいし、こう空気もいいし、なんか憧れてる世界、うん、そうですね、今のこの去年の大雨であちこち崩れて、あの肩が初めて来る人は迷って、うん、本当にこんなとこにあるのみたいな、みんなどうやって見つけてくるんだろうと思って本当にだから、まあ、やっぱもう口伝えで来てる人が多いんですよ、美味しいって聞いてきたとかって、うん、落ちたら怖かそれは、あれです、ダイナモンと。
ちなみに今ってどういうお仕事されてるんですか？このファイナルダイニングを意識されたりするんですか？僕はですね、普段作業療法士としてリハビリの仕事をさせてもらってます。もともとはあの大学が美術関係の大学でですね、あの焼き物をしてたんですよね。やっぱりあの怪我したり病気して、あのまた元の生活に戻るようにって言って、やっぱりいろいろお手伝いしてると、自分自身何がしたかったんだろうってふっと思う返すことがあって、やっぱりこうあのリハビリの仕事も楽しいけど、やっぱ物作るのも好きだよねって言って、またずっと触り始めるっていう感じですね。手柄木の赤土って言われる土です。昼間はリハビリ人を触りしてるからずっとなんか手を使ってる感じですけど、 ありがとうございました。取っていくための作業ですね。もう結婚して奥様が本当それこそ器も作っていて、なんかわけのわからん陶芸よりこう役に立つような陶芸をですね、こんな感じで。これ右足で回してるんですか？今ですね。交通事故とかで怪我する前は両足で切れてたのが、膝が悪くしたりとかあるので、なんかこっちの方があの大変ですけど、なんか機械でこう作らされてる感じが少ない分、もうちょっとこう面白いなっていう。